小包西池と、島原地国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。小包西池は、愛知県刈谷市、伊賀谷町、小包西市にある、水田灌溉用の池である。面積は2330平方メートル。柿津畑の群生地として知られ、日本三大柿津畑自生地の一つとされている。群生地は、 1938年8月に、小包西池の柿た群落として、国の天然記念物に指定された。面積は2330平方メートル。柿椿以外にもの花なしょうぶ、の肝臓など、約100種類の植物が年間を通じて咲く。肥料や農薬などを使わないため、夏場には、ヨシやアンペライなどが、背の低い柿椿を覆い尽くしてしまう。 そのため、1961年より、地元の守る会のボランティアによって管理されている。近年は、守る会や豊田系企業社員、愛知教育大学附属高等学校、愛知県立刈谷高等学校の生徒らによって、毎年8月下旬に除草作業が行われている。柿つばたの花は、毎年5月中旬頃に最盛期を迎え、開花期には、 小津つ西にしいての柿つばたを守る会のボランティアが、見学客の誘導や解説に当たる。5月の見学客数は、2000年が12,840人、2001年が13,040人、2002年が13,052人、2003年が15,523人、2004年が8,285人、2005年が7,122人であった。 2001年10月には、刈谷市公共施設連絡バスの東京線、西坂井専用車両に、小包西池の柿津端群落がデザインされた。1985年から1986年頃には、ジネズミ、ベッコウトンボ、セスジートトンボ、モノサシトンボ、小羽青糸ト,トンボや、愛知県のレッドデータブックに登録されているヨシゴイ、ヒクイナなどが生息していた。など。 ありがとうございます。